さあ皆さん、理工学部行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちら。長文は2問用意しております。で、その中にある設問形式はこれ。合計4題行ってみたいと思いますので、一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、まずこちらの設問の指示の一読をお願いいたします。で、皆さん、段落 A、B、C とつながっておりますが、皆さん、その下にですね、段落 D と E がついてますからね。さあ皆さん、まずはこの段落 A ですね。で、皆さん、選択肢1から5までありますが、まあ、それを並び替えると。で、皆さん、この問いの7番見ていただけるとわかるかと思いますが、選択肢が4つ分かれてますからね。で、皆さん、最終的にはこの A、B、C、D の中から1つ正しいものを選ぶと。そんな感じでございますので、検討をお願いします。すみません、まず括弧1番でございますが、出だしがディスと書いてますよね。で、皆さん、これが一番最初に来るかと言われたら、ちょっとそれは難しそうですね。当然ディスとあるわけですから、その手前に何か話があるはずでございます。で、皆さん、同じような話がこの括弧2番ですよね。これも皆さん、this approach。まあ、this と書いてますから、括弧2番の手前に何か話があるはずですよね。そして皆さん、括弧3番飛ばして括弧4番。これ皆さん、these forms 書いてますから、同じ理由でダメそうですね。ですから皆さん、選択肢の A、B、D が一瞬で×。正解は C ですよね。で、皆さん、選択肢は3番、1番出だしであれば、a number of studies。まあ、たくさんの研究が点々点ということで、特に this とか these ですね。そういう表現がございませんので、選択肢の3番。これが一番最初に来るということで、よろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの8番でございます。まずは、設問の指示の一読をお願いいたします。で、皆さん、見ての通り、段落正常問題ですね。で、選択肢あるので分かるかと思いますが、A、B、C、D。まあ、一番最初に来る段落はどれなのか。で、皆さん、今画面上は段落 A、B、C だけ見えておりますので、一番最初に来る段落はどれなのか。まずは検討をお願いします。で、皆さん、この後段落 D、E もご覧いただきますね。さあ、皆さん、段落 D と E でございます。で、皆さん、画面を上に戻しますね。さあ皆さん、改めまして、選択肢こちらですからね。で、皆さん、段落 A は最初の文章しか見えていませんが、このあたりで検討できるかと思いますので、考えていただけると嬉しいかと思います。さあ皆さん、段落 A の一番最初の文章は、number of studies、たくさんの研究。で、それは皆さん、マインドフルネス以下を示しました。つまり、研究結果が出たんですね。で、じゃあ皆さん、これが一番最初に来るのかということですが、もちろんそれはなさそうですね。当然皆さん、結果があれば原因があるはず。つまり段落 A の手前には原因となるものが来るはずですよね。ちなみに段落 B が一番最初に来るのかということですが、これも出だしのアナザーでわかりますよね。そうです。突然アナザーは来ないですね。まあ、おおむね one, unia, unia, another, 点点点。そういう話になるわけですから、段落 B は最初に来ない。で、段落 C をすっ飛ばして段落 D。これ皆さん、座がついているのがヒントですね。そうです。座がついてあるということは、その段落 D の手前に何か内容が来ているはずでございます。となってくると、最初は C が来そうですね。で、皆さん見ての通り、出だしがゼアリズ構文になっているのもよろしいですよね。皆さん、ゼアリズ構文のこの右側の表現、筆者はこれに関するお話を今からしますよ。ですから聞いてください。そういうメッセージを持って、ゼアリズ構文を使うんですね。ですから今からこの話題が始まる。つまり一番最初にぴったりですね。ですから段落 C から始まるということで、正解は C ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての問題でございます。皆さん、まず第一段落読んでいただけますと、この問いの1番が解けますので、まずはこの問いの1番から検討をお願いします。皆さん、これは設問の指示が最大のヒントになりますよね。伝統的な考え方。で、もちろん伝統的というのは昔から変わりませんよということでございます。で、そういう話が第一段落どこに書いてあったかというと、例えば皆さんこのあたりに does not change と書いてますね。年齢や訓練、そして経験によって変わりません。そして皆さんこの general、一般的、このあたりもヒントになっているかと思います。で、皆さんその次の文章を見ていただきますと、it で受けてくれてますよね。で、皆さん読んでみてわかるかと思いますが、皆さん生まれつきの属性、そして個人の能力。これと皆さん、そのものズバリという選択肢が見つかってますね。そうです。これは一発で選択肢の C ですね。そのままでございます。ですから、問いの1番。正解は C ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第2段落でございます。この空所 A ですね。
これにまつわる問題が問の2番でございますので、検討をお願いします。デビさん、空所 A のところでございますが、文化的なうにゃうにゃの創造。デビさん、その話がさ、その次の文章、creating、ここにつながっていきそうですね。デビさん、その後何を作るのかということで読んでみると、皆さん、お話の最後、結末を作ると書いてますね。ですから皆さん、結末の選択肢が正解の中と思ってですね、まあ、選択肢の次、コンクルージョンが結論ですから、まあ、それが正解かなと思うんですが、皆さん、これ、from A to B でですね、範囲を示してますよね。ですから、物語の結末を作り出すだけではないんですね。チェスにおける勝利の一手、それを予想する、予期すると書いてますね。そして、文末は、キルトの修繕。そういったところまで範囲が広いという話がございますので、ちょっと結論だけに限定することはできなさそうですね。ですからまだ答えは出ません。で、どっから出るのかなと思って次の文章を見てみると、皆さん同じパターン、同じ形で続いてますよね。from A to B。A から B まで幅が広い。範囲が広いという話につながっております。で、皆さん読んでいただいてわかるかと思いますが、科学的な理論、そして作曲、そして政治的な運動まで幅広い。そういうお話が書かれております。じゃあその範囲は一体何のことを言ってるんですかということですが、文頭に産物と書いてますよね。ですからこの棒セブンのところは具体例ですが、それを一言でプロダクツと言い換えられております。ですから正解は B ですね。文化的な産物を作り出すこと。意味的にもバッチリでございますので、問いの2番の正解は B ということでよろしいかと思います。サミさん、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で、次につながる情報ですね。まとめていきたいと思います。まずは、カッコ1番、ゼラリス構文。で、その主語にあたる部分には、新しい情報、初めての情報が置かれているんですね。で、もちろんそれを置くのは筆者ですが、それはこういうふうにも言い換えることができます。筆者が今から話題にするテーマ。ですから、我々読者にとっては、重要なポイントが隠れていると。で、当然それは問題作る側も分かってますので、そこをヒントにして答えが出るように作ってくれるんですね。ということで皆さん、それ逆手に取れば我々は OK ですね。There is 構文を見たら、そこを熟読してください。そして、カッコ2番はいつもの定番。今日も対比に注目することで解ける問題がありましたね。で、カッコ R をご覧ください。One, うにゃうにゃ another。で、皆さん、例文も一応書いておきました。先ほど並び替え問題のところで、another を見たら左側に何か別のものがあるはずだ。そういう感じで解きました。そして、今日はこのあたりに注目しなくても、まあ、答え出てしまいましたが、おすすめしたいのは、not A, rather B。もちろん A ではなく B。で、A を否定して B を肯定しますので、筆者が重要です。ここ読んで、ということを示してくれてるんですね。で、もちろん問題を作る側もそれは分かっております。ですからヒントになりやすいんですね。で、皆さん、not A, but B が有名ですが、not A, rather B もありますからね。で、皆さん、例文ご覧くださいね。彼女の論文の目的は、is not to refute your theory。あなたの理論に反論することではないんですよ。で、皆さん、こうやって否定しといて、そうじゃなくて、ラザー。で、この後ろに文章が続いてですね、重要な情報がラザー以下に繋がっていると。ですから、ラザーは単体で成立するわけではないんですね。左側に否定語。否定語があって、ラザーがなお一層輝く。そういう感じで押さえておいていただけるとよろしいかと思います。ということで、スクリーンショットする方はどうぞ。今後皆さんが長文読解で演習する中で、ちょくちょく見かけることもあるでしょうし、試験本番中に助けとなってくれることも十分考えられますからね。自信を持ってお勧めいたします。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。